チャッよろしくお願いします、はい、ちょっとせかせかしてるんで、すいませんね。まあいろんなバッターと対戦してきたし、はい、でいろんなバッターを今は現在見てるじゃないですか、はい、こいつメジャー行ったいいなっていうのは誰、うん、バッターでバッターね。まず僕はだから長打を打つよりも足があって守備力があって、うん、コンパクトになってるバッターの方が僕は好きなんですけども、うんでもホームラン打てる村上君とかはやっぱり若くていいのかなっていう感じありますけどね。通用する、はい、通用するだからそのタイプですよね。いやだから通用する条件としたらホームランバッターでもそうだし、はい、小粒な選手でもいいけど何が求められてる。もうだから僕思うのはやっぱり守備力じゃないですかね。足があって守備力肩もあってっていう。でもメジャーの選手も下手になったな。特に外野手がやっぱり雑な人多いですね。そうだよな。内野手はうまいんですけども、うん、外野手のその判断力っていうのはいい人はいいんですけど悪い人は悪いですよね、うん、じゃあそしたら日本の野手とすれば、はい、外野手が行った方がいいっていうこと。内野はやっぱ結構難しい。内野手のラテン系の人の一歩目の速さだとかそういう横の配置のやっぱり動きってやっぱりずば抜けてるんで肩も強いしな。やっぱりピッチャーかなと思うぐらい強いよな、はい、ピッチャー投げさせても速いと思いますよね、はい、でもその正面でやっぱゴロ取らないじゃないですか、うん、やっぱり逆シングルではその一歩目がやっぱり速いっていうので、まあ、自分の投げやすいポジションで投げてるんで華麗に見えますよねうまくね、はい、で外野手で肩があってある程度アベレージ登れる人だったらいいのかなっていうふうに思うんですよね。村上内野だろ。内野ですよね。大丈夫ファーストですかね。あやっぱそうなる、はい、サードだったらどうなのかなっていうね。大谷がさ、はい、あれだけできるっていう条件としたらやっぱパワーなの。足とパワーですかね。やっぱ足速いよな。打つ方でしたらね、はい、もう日ハムの時からもちょっとずば抜けてましたね、パワーは、はい、まあピッチャーもそうだけどねピッチャー、はい、うん、日本で目につく人って村上と他に誰がいる。野手僕がソフトバンク時代に一緒にやってて若かったら柳田君とか行ってほしかったなっていうふうに思いましたけども、うん、あと今宮君とか。今宮のサイズでできる。いや守備力があと肩強いじゃないですか、足もあって、うんうん、まあちょっとね年齢があれですけど若い時ですよ10年前ですけども僕がそのソフトバンクにいる時だったら彼はもう足と肩と当てる技術はいいなと思ってたんで、うんショートじゃなくてもそしたらサイズでもできるっていう いけますね。サイズっていうのは、はい、もう170前後だよね。全然大丈夫です、はい、そういう人もいるんで。じゃあ俺でも大丈夫だったの。全然、はい、足がありますもんねまあ一応ついてるいや2つに分かれるんですね。パワー系とそういう技術でそのアベレージに残す守備力、守備力がある方がやっぱりいろいろ守っていくっていう UTT プレイヤー的な人の方が残りやすいんですよ。いやそしたらさ筒香がやっぱものすごく苦労したじゃない、はい、守備力が少し足りないのと筒香のパワーじゃパワーとは言えないということか。向こうでは日本ではパワーじゃないですか。パワー系の人って本当にその向こうではパワーちょっと落ちるんで、うん、だから本人がどう思ってたかですね。で、うん、球団的にもいやパワーで取ってきたんだけれどもパワー足りないよねってなると使い勝手が悪いんですよ。で足もそんなに速くはないじゃないですか、うんだからあれ早かったら使えると思うんですけども。だから向こうでは中途半端なパワーだし、はい、中途半端な守備力なんで、はい、使いにくかったということなのかね。そうですね。で今トロントに行ったのは左バッターが少ないのでチャンスなんですよ。右バッターのホームランバッター多いんですよ、うん、ゲレーロジュニアとかもいますし、まあ、いろんな人がほとんど右なんですよね。で彼の場合は外野も内野も守れるんで、うん、UTT 的なところじゃないですか、うん、足はいらないんですよあそこって、うん、もう本当送りバントがないんで、うん、打て打て打てなんでそのチーム、ね、チームカラーが合ってるなっていうそこでチャンスがあればまた残れるなっていうふうに思いました、うん、まあ野手はやっぱそういう面ではちょっと本当に苦しいと。苦しいですね、日本人が言ってもね、はい、やっぱりピッチャーになってくるよね。ピッチャーは何か持っていれば通用するなっていうふうに思いましたね。何か1つ2つ。じゃあ佐々木朗希はどう通用する。いや通用すると思います。でも今行けば怪我しちゃうと思うんでリスクがあると思う。えなんで怪我するの。いやなんか向こうの方が守られてる感じがするけど。いや守られてるかもしれないですけども1年間通してローテーションを守るための体力が今のところないじゃないですか。まあ難しいじゃないですか。まあ中4日でねじゃあ中4日100球で全部回すよって言ってもちょっと無理かも、はいはい、あとはその大谷選手みたいなチームですよね。そのピッチャー陣が6人で回ってるところですよね。だからそこは中4日で回らなくてもいいんですよ。そういうところに行けば中5日、中6日で回れるんで、っていうところでも1年間162試合戦う体力あるかって言ったらちょっと難しい。まだ疑問だよね。だから日本でもやっぱりマメができたとか、ちょっと体が張って抹消しますっていう段階なのでまだ。だからイニングもちゃんと投げて、しっかり中5日、中6日でもちゃんとローテーションを1年間もやればいけるかなっていう。あとは 1、2 年はかかるんじゃないですかね。あ、やっぱかかる。それで、はい、今いけって言ってもいけると思うんですよ。1ヶ月2ヶ月持つかもしれないですけども、3ヶ月4ヶ月後に怪我してる可能性あるんで。やっぱ体力も相当いるという。いや、いますね。移動もありますし、はい、移動と時差もありますしね。じゃあ現時点では通用しないということね。通用しますよ。だから、いや、だから球の質だけは通用するけども、メジャーのチームという意味では通用しないということね。1年間通しては怪我するリスクがあるんで、やめといた方がいい。やめといた方がいいですね。すぐにはいかない方がいいですね。だから今20歳じゃないですか。だから2、3年後なんで、まあ、大谷君と同じような22、3ぐらいでいったらいいんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、他に通用するピッチャーは僕は、まあ、山本君ですよね、オリックスのと千賀君ですね、千賀投手は、僕はソフトバンク時代の千賀君と一緒にやってましたけども、やっぱりあのフォークはすごいなっていうふうに思いましたし、コントロールピッチャーっているじゃないですか、はい、まあ、例えば中日の柳とかさ、例えば森下とか、はい、ああいうピッチャーっていうのは通用する、球の質的には少し落ちる、まっすぐのスピードとか、だけどコントロールはいい。空振りを取れる球種が先発ピッチャーだったら2、3種類ないとダメでしょうね。2、3種類か。はい、先発ピッチャーはリリーフだったら1種類か。1種類でいいんじゃない。いや、ダメですね。あ、そうなん。1種類じゃない、2、3種類先発ピッチャー長いイニング投げるんだったら空振り取れるボールが2、3種類。はい、僕はそう思ってますね。で、リリーフだったら1つ2つ絶対いる。はい、いますね。もう3ボール2ストライクからでも投げれるボールですね。もう本当にまっすぐじゃなくて変化球です。そうか。だからチェンジアップ系だとかツーシーム、まあ、ツーシームって今シンカー系なので、そこはやっぱり日本人のピッチャーはもう少しレベルアップすればいい形になるんじゃないですかね。カットボールとかこう右バッターに対して外に行くボールって多いんじゃないですか。逆に右バッター、右ピッチャーの話ですよ。右バッターをどう抑えるかじゃなくて、左バッターをどう抑えるかっていうのを考えた方がいいです。で、メジャーのピッチャーって右はもう抑えて当たり前なんで、右対右の時は左ピッチャー、それは当たり前っていう感覚なの。当たり前です。もう打たれたらもう使ってもらえないんで、特にリリーフなんて。で、左バッターをどう抑えるかって、入り球全部甘いと打たれちゃうんで、ベースを逆に曲げるボールっていうのを練習してた方がいいですね。もしメジャー、アメリカを考えてる人だったら。阪神の西とかシンカーとかよく使う、ああいうのはその投げ分けができればいいですよね。結構厳しい目で見てるな、そのやっぱ四隅のマスに全部こう投げ切れるコントロールですよね。そのシンカー系も高めに投げたりとか、低めに投げたりっていう、この四隅、同じ球種を上と下、同じ四隅に投げれなきゃいけないというとか。向こうやっぱりアメリカの野球はもう工程をうまく使わないとダメなんで、今フォーシーム時代って言われてるよね。フォーシームってもうツーシームのシンカー系を高めに投げてますね、はい、高めの速いボールで低めのもう本当にチェンジアップにしよう、ベースをこうかけないで投げるんで、やっぱアッパーで打つ分やっぱりそのボールが有効になってきましたね。認識的にはさ、日本の方がよく配球とか考えられてるって言うけども、はい、そんなことはない。球数多いじゃないですか、日本って。多い。そこはなぜかというと、その配球を読みながら、その無駄球が多いんで、アメリカはもう3球勝負なんで、やっぱ無駄球って思う。僕はその日本にいるときはそれが必要なのかなと思ったんですけども、アメリカに行ったら、いや、そんな投げたらやっぱり疲れるだけだろうって思って。いや、そうだよな。で、やっぱり三振を取るピッチャーっているじゃないですか、剛腕ピッチャー。そういう人はやっぱりもう三振を取るために3球、4球かかるかもしれないですけども、もう僕らみたいにリーフだったら1球でワンアウト取りたいんで。省エネピッチしないと、明日明後日また投げるわけじゃないですか、だからそんな球数投げたら疲れちゃうんで。じゃあ3球とか4球でもう1イニング投げ終わったら、はい、もうスキップで買いたいぐらい。スキップだから次のイニング投げてくれになるんです。ああ、そこを考えて、あ、これやばいな、これ今何球だ、4球5球だったらあとちょっとボール3球投げとくかなとかって。本当かよ。いや、本当です。マジな話かこれ。だからその向こう行ってもうどんどんストライクを取るピッチャーだったんで、だから大体1イニング15球じゃないですか。だからそこを考えて10球前後でやったら、あ、次のイニングいかないなとか、思って投げてましたね。だから俺面白いなと思うのはさ、先発ピッチャーが100球でマウンドを下ろされるんだったら、はい、なんであんなに無駄球とか見せ球を使うんかなと思うんだよ。あ、日本ですね。日本で、はい、これ全く理論上無意味なことやってんじゃないかなっていうような。だからそのなんていうの、リードとかもちろんあるよ、はいはい、あるけどどんどん勝負すりゃいいのになって。でやっぱり2ストライクから日本の場合打たれたら罰金とかあるじゃないですか。なんでなんだあれ。やっぱりなんていうんですかね、もったいないっていう感じだけなんでしょ、ね、はい、アメリカは罰金ないんでそういうの、うん、だからどんどん2ストライク追い込んでも勝負していってって感じですけども、うん、だから球数のこと考えると1人の打者を4球ぐらいで終わりたいですよね。そうだね、はい。山本、千賀、他いない、はい。まあ、でもみんな結構年っていうかね、若くてもう30超えてる人たちっていうのはやっぱりちょっとどうなのかな、やっぱり20代でいった方がいいですよね。そうだね、はい。でもそういういいピッチャーがどんどん抜けると、はい、なんか日本の野球がつまんなくなっちゃうんだよね。いやでもそれだけまた新しい人が出てくると思うので、僕はもうどんどんアメリカの方に行ってほしいですけどね。じゃないとやっぱり国際試合やった時に WBC とかそうですけども、やっぱりこう海外を知ってる人が出てもらった方がやっぱりいい感じになる。まあそれはそうだよね。そういう対応が聞こえよね。サッカーもそうじゃないですか。サッカーもやっぱり海外やってる人が戻ってきて活躍してくれてるそうなんで、ね、日本の野球もそうですけども、その野球もそういう風に変わってきてほしいなという風に思いますよね。はい。